回は前回の続き2番目のビデオになります。だいたい形取っただけの状態から次の段階に進んでいく感じなんですね。でもこうやってナレーションつけて喋ってると、やっぱり描き始めるといつも思うんですが、本当に喋る資格なんてないなと、何も喋ることがないなと思うんですよね。で、描き始めた途端にですね、今までの言葉を、喋っていた言葉を失うんですね。本当に喋る内容を全て失ってですね、で再び本当に素人のように、始まるんですね。だからもう本当に喋る資格なんてないなといつも思うわけです。だけれどもこう何かこう言葉で、みんなが知りたがってることだとかですね、一度言葉で聞いてみたいことなんていうことをやはり言葉で表してみようと思うんですね。けれども描けばやはりそれもなくなって、そっから始めることになると、ゼロから始める、何も言葉を持っていない状態から始めることになるんですね。それがリアリティですね。そのリアリティの中で、その矛盾の中で形を見ていく、その、絶望した中で自然を見ていくということになると思います。こうポートレートなんか描いてると、例えば表情とかですね、僕はきっかけにして描き始めるんですけど、表情とか、何かしらの雰囲気っていうものをきっかけにして、きっかけなんて何でもいいと思うんですけれども、本当きっかけってすごく低レベルでもいいと思うんですけど、少しこう何かしら最近思うんですけど、漫画っぽいところがあるんじゃないかなと思ったりとかするんですね。自分のこのポートレート描くときにですね、なんかこう表情が先立ってしまうというか、でそういうせいもあるかもしれないですけど、こんな質問が来てましたね。感情とうまさ、どっちの方を優先しますか、というような質問でした。非常にいい質問だと思うんですよ。なんかやっぱり、こういう質問が出てくるのは、すごくいいなと思うんですけど、ありがたいですね。そうですね、うまさっていうものと感情、その感情を表現するっていうような感じ、僕はあくまでもその感情を表現したいとは思っていないんですね。何を表現したいのか、いやそれはただ見たいんですね。自分にきっかけを作って自然現実を見たいだけなんですね。だからその自分のその時の感情だとかですね、それを表現したいとは一度も僕は実は思ったことがなくて、現実を見るためのきっかけになれば、踏み台になればいいなと思うわけです。例えば激しい感情の時に、激しく書くことはよくありますけれども、それが表現になるかって言ったらそうではなくて、必ずその感情は、
の中で空振りに終わるというか、否定されるというか、それでその人間の感情によって現れた間違い、空虚さなどから、あの真実の形を見ていくことになると思うんですが、あのこの常に僕はやっぱり正しいタッチ、手応えのあるタッチっていうのは何かで探りながらこう絵の具をつけていくんですけれども、正しい、タッチを探すにあたって、あの形を追い始めると、もう途端にもうしんどくなっていくんですね。そうではなくて、何かしら形でないもの、無形のものの中に正確さっていうものを、求めたいわけなんですけど、その時感情、その時使う感情っていうものが、時々感情がある時はやりますね。その感情のせいで正確さが際立つ時がやはりあります。でもそれは感情を表現したから正確になったわけじゃなくて、感情によって見えた自分の正確な位置を、正されるんだと思うんですね。その感情によって、全体が見えてくる、感情は消えて、その大きな全体が、自分の描こうとしている形の全体が見えてくるっていうことがよくあります。その激しい感情によって、その大きな全体が見えてくるんですね。その感情が犠牲になって、その感情は失われて、逆に大きな正しさが見えてくるといったようなことはよくあるんですね。だから、表現すべきはその正しさであって、自分の間違った感情、その場限りの感情ではないんだと思うんですね。でまた、そのうまさを求めるっていうのも、もちろん絵っていうのは素材とか技術とかうまさに由来しているところもたくさんあると思います。やっぱり経験的なそういううまさっていうものが絵を、見やすくする、自分にとっても他人にとっても見やすくするっていうことはあるんですが、このうまさが中途半端な部分的な美を見つけてしまうんですね。完全な美はやはり丸ごと自分が否定されること、つまりうまくいかないことなんですね。けれども、うまさっていうものによって、自分を部分的に見てしまう、もしくは自分を肯定してしまうっていうことが起こるんですね。そうなると、やはりうまさっていうのは見るためには邪魔になってくるんですが、普段やはりそのうまさと下手さの合間で葛藤しながら描いていきますので、うまさだけを追い求めるっていうことはなかなか難しいというかないんですね。どんなに上手い人でも多分そうだと思います。どんなに技術的で小手先の達者な人でも、そしてそれを自慢としている人でも、やはりうまさと、逆の下手さの中で現実の手応えを感じながら描いていくのが普通なんじゃないかなと思っています。で僕はよくこういう表情とかですね、表現の仕方とか見るとですね、表現主義、つまりドイツのですね、キルヒナーとかですね、エミル・ノルデとかですね、あの辺りの表現主義者と間違われることがよくあります。表現主義、エクスプレッショニズムと間違われる時がよくありますけれども、僕はあくまでも写実的に現実を捉えて、現実をあるがままに描こうと、そういう方法をとっている
と自分では思ってるんですね。写実主義、世の中で俗に言うその写実的、写真みたいな写実主義とは違うんですが、現実をあるがままに見ていこうということ、また現実をあるがままに、手段として、きっかけとして、見ていこうというタイプなんですね。何もこう誇張して描こうとか、いうことはないんですが、それはそう思ってるだけで、みんなこういう絵見たら誇張して描いてるでしょって言われるかもしれないですけれども、これは誇張してこう見えてるわけじゃなくて、やはりきっかけに過ぎない、現実を見るためのきっかけに過ぎないと思ってるんですね。で、まあ僕のやり方みたいなのもあるのかもしれないですけど、あんまり意識したことはなくてですね、やはりまあ着地点ということ、自分の落ち着くところっていうものと妥協しながら描いてるんでしょう。によってですね、これを突っ込んで描いていくとですね、もちろん何も喋ることなんかなくなっていくんですよ。僕は無口にどんどんなっていって、何も言葉を持たなくなってくる。つまり自分が否定されて、知らない形を目の前に立たされるわけです。そうすると僕はじっとそれを見つめるしかない。何も言葉にして皆さんに伝えることなんて何もない。だからですね、僕は今こうやって喋ってますけど、こうやって喋ることによってやはり次回言葉を失うんで、本当はあまり喋りたくないんですね。黙ってて秘密にすることも大切だと思っています。で、またでもやはり本質について少し言葉で言った方がですね、皆さんの役に立つこともあるんじゃないかと思ってもいます。一世代前の人たち、大正昭和初期の日本人の、絵描きがかなり本質に迫ったんですね。本質に迫りながらも、それが何か言葉では理解できなかったところは多々あったと思います。そしてまた、絵を勉強するっていうことに集中的であったためにですね、やはりその本質っていうものを言葉にできなかったっていうことが先輩方の、時代にはあったと思います。けれども、僕なんか特にその絵自体を描きたいとかっていうタイプではないですから、本質をどうにかして本当のことを、リアルさ、リアリティを、つまり写実性を求めていきたい、絵はその手段に過ぎないっていうタイプですから、そこまで絵に情熱がないってなると、やはりその、安直な言葉っていうものが先行して出てくることがよくあるんですね。で、その言葉っていうとですね、本質って何か、芸術の本質って何か、ヨーロッパから学んだ芸術の本質、油絵が入ってきて日本人がなんとなく感じてきたこと、そして先輩方が直に技術で触ってきたことって何かっていうことが言葉で認識できるんですね。絵画においてはですね、ちょっと引け腰かもしれません。言葉で認識できるということは絵画においては少し腰が引けてます。で、腰を入れた時、つまりその前のめりに積極的に技術として手でその本質を手で触った時は、もちろん言葉でなんかできるわけがありません。僕らは先輩方より一歩引いてるんですね。一歩本質から引いて客観視して冷静に見ている。その代わり、これは大きな間違いですね。僕らの間違い、一つの冷静さ、主観性のなさなんですね。で、そういうところからでも一つ時代を挟むということでですね、一つ本質的な言葉をですね、僕は添えたいと思ってます。この時代を犠牲にする、そしてまた次の時代にかけて本質の架け橋をつないでいくこと、そういうことが大事だと思っているところもあります。
だからですね、あの芸術の本質って何か、ヨーロッパで学んだ、ヨーロッパから学んだ芸術の本質って何かって言ったらですね、これもう本確実に宗教なんですね。キリスト教、本質はですね、芸術の本質は神なんですね。で神、これはあの神を認識するための構造がですね、あの絵画の中に、タッチの中に、その重なりの中に精神構造が丸々油絵と同化してるんですね。でその油絵を使う時の違和感というのはそれなんですね。何かこう普通に描けるような、僕らが知ってるような、絵の具は絵の具だけど何か違うというような認識、僕は中学生の時初めて触りましたけれども、何かこう水彩とは、普通にあの桜の絵の具のセットとは何かが違う、普通に描かれて、まあ、絵は描けるけれども何か違う手応えがある、そういったところにですね、あの精神的な重なりの違いがあるんですね。本質的な、油絵の本質的な描き方っていうのは、間違っている中に正しいものを見ていくこと、前回話したと思いますが、間違った個人ですね、人間一人の人間が、神の許しを得て、正されていく流れなんですね。で、人間というのは必ず間違うもの、正しいことができない、ものなんですね。だからですね、あのみんな、欧米人の人は間違うことを喜びます。間違うってことは、あの神に正されてですね、正しい形を与えられるわけですから、みんな、自由に書けるわけです。下手に自由に適当にみんな書いてですね、美しいものっていうものはそこから現れるんですね。だから先行して何か美しいものがあるわけではないんですね。でその日本ではですね、花鳥風月じゃないですけど、まず美意識があるんですね。でその美意識の中に、美意識の形を、みんな描きたいわけですね。けれども、ヨーロッパの芸術、油絵は、自分から生まれる美なんですね。で自分が、間違ってる、でそのことを、表現する、それが、正しさにつながるんですね。これがあの食材の美なんです。あの贖いなんですね。自分の、罪が贖われて、あの正しさがそこで、後ろ盾して、あの後ろから、まあ、このように輝くと、そういうことでマチエルが輝いてくるんですね。絵肌が輝く、そういう重なりが本当のマチエルですね。美しい、あの綺麗なだけのマチエルの重なりはいつかあの痩せてきてしんどくなりますけれども、後ろから五光のように光る美しさ、精神の美しさ、これは神が手助けしてるんですね。でこの構造を作ったのが、2000年前の始まりの、キリストの、十字架ですね。でそこから始まった芸術のこの精神の重なり、が本当の生粋の、あのエレメントなんですね。もちろんそれ以前にもありました、エジプトにもありましたし、あのバビロン、本当過去の文明にいろいろその本質的に関わるもの、そのギリシャですね、ギリシャとかですね、ありましたが、究極には一つの矛盾がですね、なかなか、なんて言いますか、解明しなかった部分がありましたけれども、そのキリストによって完成したんですね、芸術が完成した。でそうすることで、あのキリストを方法論にできるようになったんですね、ヨーロッパ人は。でそうすることで、あの美を見続ける術を、芸術に、装置を置いたんですね。よってその人間が常に正しくある状態を作ることができたわけなんですよ。で常に正しい人間を認識するためには、常に
間違った人間の間に仲介者としてキリストを置くことなんです。でこれがあの神につながる唯一の道なんですね、ヨーロッパでは。で僕らは常に間違ってる、間違っていたり自分が否定されたりするときには必ず何かこう、苦しさというものがあったり、矛盾の中で苦悩したりしますけれども、僕らの苦悩に比べれば、僕らの苦悩はですね、神にしてみれば、ヨーロッパの神にしてみればちっぽけなもんなんですね。で僕らが苦悩した、苦悩はですね、神はもっともっと苦悩してるんですね、僕らの想像以上に苦悩されているという考え方なんです。でそれを、全部、キリストが血を流して贖っていくということなんですね。で僕らが絵を描くにあたって加害者意識って少ないと思うんですね。で絵を描くこと、間違ったものを描くことということはですね、正しいものに対して の冒涜なんですね、常に僕らは正しいものに対して、加害してます。加害者意識を持って描かないといけないということがありますね、むしろ僕らの強いのは被害者の方ですね、被害者意識、でも僕らは例えば絵を、墓場だとみなすとしましょう。そしたら、自分に対して自殺行為をする、これは被害ですか、もしくは加害でしょうか、どっちもありますね。自分に対して加害する意識、自虐的な意識っていうのがありますね。でそして自分を殺す、で自分を殺す、絵の中で殺して、自分を殺したにもかかわらず自分はなぜか生きている、生きて絵を描いて、描き続けている、何かこう自分が人を殺そうとした時にですね、それは許される行為でしょうか、必ずおそらく罰せられます。でその罰は何か、10回曰く、必ず死ななければならない、その人は必ず死ななければならないということなんですね。殺人をした場合、その人は必ず死ななければならない。物を盗んだ場合、その人は必ず死ななければならない。その人を監視した場合、必ず死ななければならないということなんですね。でこれは神の掟なんですね。で人間というのは本当に死、それで必ず死なないといけないんですね。肉体的にはどうかということは別としてですね、完全に死ぬんですね。でもそれが、その自殺行為、自分を殺す行為、もしくは他人を殺す行為がですね、許されるんですね。これはギリギリにおいてですね、僕らが殺す瞬間においてですね、ギリギリに違う何かが犠牲になってるんですね。だから僕らはまだ生きてるんですね。僕らはだから他人を殺していることになります。その他人を殺す瞬間においてですね、これがヨーロッパでいう神の独り子なんですね。でそれが血を流すと僕らは許されるんですね。僕らは絶えず神を殺します。そして神の血を見て贖われるんですね。でこの繰り返しなんです。でこれが人間 の本性というか一番の本質的な動きなんですね。でそれを暴き出したのが2000年前なんですね。でそれをずっと絵画は経験しながら、肉体的に、加害的に、そしてまた被害的に許されながら文化を育んできているんですね。自分の場合はこう表現的な手法に偏っていることが多いように見られるけれども、写実主義ということを言いたかったということもありまして、つまり目的としては表現したいことっていうことが、現実そのまま、現実をまっすぐ見たいというようなことなんですね。何の障壁もなくまっすぐ見たい、
いろんな概念とか、いろんな、概念ですね、固定概念とかじゃなくて、まっすぐと現実を見たいということなんですけれども、例えばですね、ハイム・スーチンっていう画家がいますね。で、彼の絵は歪んでて表現的に思えるかもしれません。とてもグロテスクに見える時もありますし、けれども彼の絵はですね、本当にきっかけにしか過ぎないんですね。彼ほど現実をまっすぐ見れてるなと思える画家もなかなか少ないと僕は思っています。ハイム・スーチンの絵を見るとですね、非常に現実を直視してまっすぐすごく透明に見てるっていうのを僕は感じるんですが、あんまりそういうレビューは見たことはないんですね。いがみは一つの、彼の手応えを求めるための一つの手法ですよね。で、結局、現実っていうものにまっすぐと対峙するためにですね、彼は、自分が、打ちのめされるのを選ぶんですね。彼は死ぬ直前までですね、何も見つけられずに死んでいくわけですけれども、絵画の中では非常に明晰な思考でもってですね、対象に向かっていると僕は思っています。最後の言葉、彼が最後死ぬ時にですね、結局どこにも扉が見つからなかったって言って死んでいきますけれども、これは最高のバッドエンドだと僕は思いますね。